岡市博多区のマンションでメンズエステと称して違法風俗店を営業した疑いで経営者と元従業員の男が逮捕されました。風俗営業取締法違反の疑いで逮捕されたのは福岡市博多区冷泉町の佐藤浩介容疑者ら男2人です。警察によりますと、佐藤容疑者らは今年5月から6月にかけて風俗営業が禁止されている博多区のエリアでメンズエステと称して違法に性的サービスを提供した疑いが持たれています。別の事件の捜査でケゴ界隈の少女に警察が話を聞いていたところ、佐藤容疑者からうちの店で働かないかと誘われていて、詳しく調べたところ、佐藤容疑者らの店舗が違法エリアだった疑いが浮上したということです。佐藤容疑者らの認否は明らかになっていません。警察は店舗の営業実態の解明を進めています。